はいどうもカッパ園長です。じゃあね、この動画では選挙のお話ね、選挙のお話いきましょうか。まあ候補者ちょっと立場がそれぞれ、違うっていうわけじゃないんですけども、まあ2人ほどねこの候補者、どちらもね、過去何度か取り上げさせていただいたことがある。例えばね、僕が住まわしてもらってますこの六本木港区ですよね。この港区区議選ですよね、新藤かな候補、前もね取り上げさせていただいて、テーマというか訴えてる、ね、こういう風にしていきますっていう、なんかこの主張を掲げた主張に対してこの暴力でもって、ね、脅して、圧力かけて、撤退させようと、恫喝してきた、ふざけた反日勢にこの、ね、1万件もなんかもうアホみたいなこの気違いメールを、ね、受けて、それでも、ね、絶対引かないとっていうね、素晴らしい候補者が ね、いらっしゃるというお話をねさせていただいたと思いますけども、で一方ね、この方ももうちょいちょい取り上げさせていただいてますけども、決していい意味ではないんですが、このエリアルフィアさんですよね。でこの方はね、だから新藤さんとはもう立場が逆ですよね。綺麗事で言うところの建前は何性っていうんだっけ、グローバル、多様性か、ね、新藤さんはもうまず日本、日本第一っていう主張を掲げてらっしゃる。ていうかそもそもがね、ここが争点になる時点でもうだいぶ日本やられてるっていう証拠ですからね。だって本来はね、与党だろうが野党だろうが、じゃああるいはこう右だろうが左だろうが、僕はもうそういう区分けをしてないですけどもね、いわゆる保守だろうがそうじゃない、リベラルだろうがね、ちょいちょい言ってますけど、その政治的なスタンスとかその思想心情に関わらずね、どの人もね、国会議員だろうが、ね、都道府県だろうが、区市町村だろうが、すべての議員さんは、でそれを目指す候補者は、ね、まず日本、ね、まず日本が第一であって、ね、じゃあその日本をじゃあ国会議員の目線で、ね、どうすればもっと良くすることができるのか、ね、じゃあこういうことを考えてます。じゃあ私はこういうことが考えてます。で僕はこういうこうすべきだと思うんですよ、ね、じゃあ優先順位はこうでこうでこうで、ね、じゃあ予算がじゃあそれは適当なのか、いやこっちの方がとか、ね、まず日本社会を日本をより良くするためにっていうそれぞれのレベルでね、都道府県だったら各自治体もあってっていうことでしょ。で区市町村でも同じですよね、まず日本があってでなければならないはずなのに、どうやら今日本全国ね、どこをどう切り口変えてもさ、もう議員という議員が全員とは言わないですけども、ほとんどがね、反日売国野郎どもばっかりになってますよね。だからそんな中ね、この新藤候補あれなんておっしゃってるっていう話はもう忘れちゃったかもしれないんで、もう一回お伝えしますけども、外国人参政権、あとこの同性婚で、あとこの夫婦別姓、にもうはっきりと反対っていう立場を取ってるんですね。だからもうこういうことを掲げる発言して行動しようとする人にとが、反日売国勢にとって邪魔なんですよね。邪魔なんですよ。だからこうやって潰しにかかってくるじゃん、ね、非合法手段を取ったとしても。でまた今回もね、絡まれてるんですよね、佐伯洋平候補っていうね、この港区の対立候補かこいつ、時代錯誤も甚だしいとね、多様性をなんか出てきたよ、多様性、生かすことこそ日本復活への道であるとかほざいてるんですよ。もう反日売国移民党とかさ、ね、そうかそうかそうか公明とかさ、だからもう
ありとあらゆる、ね、この与党も野党も、ね、この国会議員だろうが都道府県だろうが区市町村だろうがもう関係なく、ね、その他大勢ほとんどの、ね、何かしらこの媚びてる忖度してる、ね、媚び中媚び感反日売国税みんなこういう、ね、なんかもっともらしい多様性とかグローバルとかさボーダルさも言わねえか、ね、なんかいかにも、うん、なんかこの平等みたいなことを歌っておきながらさ、うん、でも多様、ね、これもよく言ってますけど多様性をねこのなんか掲げてるやつに限ってね、うん、そいつらと、ね、違う考えとか、ね、一切耳貸さねえじゃん。どこが多様性なんだよ。多様性言ってるやつが一番人の言うことに耳貸さねえじゃねえかよと、ね、まずそこからもう矛盾しているデタラメなやつらっていうのもやっぱりこいつもそうだよね、うん、何言ってんだよな。しかも時代の流れとか関係ねえんだよ。え、ここ日本だぜ。いや、よその国地域はいいですよ別に、ね、その国その地域の事情があるし、ね、優先順位もあるし、うん、理想とする、ね、姿形も、ね、当然違うだろうからそれは別にいいんですけども、ここは日本なんで、ね、昔だろうが今現在だろうがこれからだろうが、ね、100年前も今現在も100年後も、ね、日本国内である以上、ね、日本がまず最優先でなきゃダメなんですよ。それ以外は、ね、たとえどんなにもっともらしいことを、ね、言っていて、ね、素晴らしいことを、ね、並べ立てたとしても、うん、ただの奇弁ですね。うん、奇弁どころかもう最近正体隠さず堂々と嘘こいてきやがるからな反日勢は。何が日本復活への道だよ。そんなこと考えてもいねえだろこいつら、うん、子供の党党首だって本物のこの子供もバカにしてるよな、こんな名前つけやがって、うん、まあぜひね、まあ身の安全にねこの気をつけていただきながら、いやもうこのパヨった連中本当はアホだからな、うん、いやもう全力で応援させていただきますけども、うん、頑張っていただきたいですね、うん、駆け抜けていただきたい。で今度がエリアルフィアさんね、うん、まあこの方ももう逆ですよね、1ミリも支持できないですよね、うん、でその理由も、うん、だからもう、まあ、真逆ですよね、うん、やっぱりこの人も多様なとか言い出して、ね、多様なとか言い出して、ね、自分たちとは、ね、この違う考え、ね、違う主張絶対聞かないし一切認めないじゃないですか、ね、多様性ってなんかこの便利 なんだろうなんか魔法の言葉かなんかだと思って、ね、この反日でどいつもこいつも、ね、みんな言うじゃないですか。なんかじゃんこの権利とかさ、ね、平等とかさ自由とかさ、ね、そういうの歌っておきながら、うん、平気で自分たちと違うこの主張とか考えをこうなんかもう封じ込めたりとかさ、物理的にこの葬り去ろうとか平気で言うしやろうとするじゃん、うん、なんなんお前ら本当。だからもう反日勢パヨったやつらこいつらこそがやっぱり日本の敵っていうのはもう改めて説明するまでもないですよね、うん、暴力ね、うん、絶対認められねえっつんだよ、うん、でまあこのエリアルフィアさん日本のだこれもあれだな、女性議員比率は 9.7% だと。男性か女性かとかね、年齢が若いかとかベテランかとかね、新人なのかベテランなのかとかね、うん、そんなことを基準に選んでねえんだよ。だからさっきのなんかね、ここが争点になるようだ、ね、なってる時点でもう問題だって言わせていただきましたけど、だからそこですよね、反日かどうかですよ、うん、そこでやっぱり判断させてもらう、ね、僕はそう思ってますんで、うん、たとえ過去どんな、ねうん、人生だから、まあ、経歴とかねあと学歴とかね、うん、年齢も関係ないし性別も関係ないし、うん、だからもっと言えば、ね、この人みたいに、ね、もともと中国人でした、ね、もともと日本じゃなくてどこの国の何人どこの人なんだろうが本当はねうん、日本のことを第一に考える人であれば、で実際発言し行動して結果つけてくる人であれば、ね、それも関係なかったはずなのにこういうやつがいるがために、ね、結局はやっぱダメなんだなって、ね、国籍って大事なんだなって、そこはやっぱりこの公の立場にある人間は、ね、議員に限らず全員徹底させなきゃやっぱダメだなってなる原因がお前のこういう態度だよっていうのはまあ前も言いましたけども、そういうことですよね、うん、
半日かどうか、だから半日でなければ、ね、別に本当に、ね、誰でもって言ったらちょっと言い方変ですけども、でも結局はそこ、ね、やっぱ外せないし、うん、そこはもう重視せざるを得ないな。だからもうこの人にとっちゃ自業自得っていうのかな、てめえでてめえの首絞めてる格好ですよね。うん、世界190カ国中168位で、それがどうした、国際的に見ても非常に低い、よその国と比べてどうこうなんてもうまさにどうでもいいよ。うん、多様な生き方に寄り添い、一番お前らが寄り添うつもりねえだろうが、若者や女性の政治参加の先頭を走ります。なんかな、どこだ、だどこの誰だっけ、辻元さんとかも言ってたっけ、何割女性、あれ蓮舫さんだっけ、なんかしら立憲とか、まあ、反日特定野党界隈の誰かだったと思うんですけど、全員か、ね、何割女性を、なんかもう違うんだよね、そもそも見てるところがさ、うん、そんなことで、ね、少なくとも僕は選ぶつもりないです ね、別に女性でも男性でもいいんですよ。とにかく日本のこと考えて、ね、日本社会をほんのちょっとでも、ね、自分の任期中にたとえ波風立とうともですよ、本当ボルテス5じゃないですけどね、うん、っていう仕事をする気があるんだったら別にいいんですよ。でもそうじゃない輩が多すぎるからね、じゃあ女性が何パーセントでって知らんがな、そんなもん。だから極論言えばね、じゃあもう日本優先、日本最優先で考える、なんかよくわかんない、そういうこの度合いっていうのかな、優先度ね、じゃあ何パー何パーみたいな、わかんない、点数かなんかわかんないですけど、そういうランキングを上から順番にね、日本優先度 100% に近いもんからね、順番に選んでって、結果的にね、上位ね、100人、仮に100人全員いたとしてね、上位10人全員女性だったとしましょう、うん、仮にですよ、うん、うん、そしたらやっぱり全員女性選んでいいと思いますよ。うん、男性だからとか女性だからとかじゃないんだよね。年齢が若いとかね、高齢とかそんなのも関係ねえし、うん、とにかく日本のことをまず大事に考えて行動できる人、うん、まあ細かいとこ見たらね、約束を守るとかさ嘘つかねえとかさ、うん、いやでもこんな笑ってますけどね、うん、それ徹底的に細かく見てったらもうほとんどね、ほぼ 100% のやつが跳ねられますからね。約束守んねえわね、うん、選挙中言ってたことね、何一つやらねえ嘘つきとかいくらでもいるじゃん、うん、ね、ほんとなんかもう家庭築いてお子さんいる人はね、この子供たちにね、絶対一度や二度や何度も言ってるでしょうね、約束は守らなきゃダメなんですよとかね、嘘なんかついちゃいけないと、うん、自分がね、周りのお友達にね、約束破られたらどう思うよとかね、言うわけでしょ、うん、じゃあてめえ自身はどうなんだよって、ね、どいつもこいつも胸に手当てて考えてみろよ一回、うん、まあそんな発想すらねえか、反日クソ議員どもはな、うん、まあそういう輩を確実に落とす選挙にしていきたいですね。まあ新郎さんにはぜひ頑張っていただきたいです。今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。